では法令上の制限の第4回目建築基準法を勉強いたしましょうね。ではテキスト391ページの建築基準法、はい、建築基準法からは毎年2問出ます。ではテキストの391ページ、テキスト391ページの下から2行目、単体規定集団規定とありますよね。建築基準法の規定は単体規定集団規定に分けることが可能なんですね。で、集団規定というのは都市計画区域と準都市計画区域に適用のある規定なんです。で、単体規定というのは全国どこにでも適用のある条文なんですよね。都市計画区域だろうと準都市計画区域だろうと両区域外であろうと適用される規定が単体規定なんです。はい、ではテキスト392ページ、テキスト392ページの覚えるのところを線引っ張っていきましょうね。単体規定、はい、都市計画区域、準都市計画区域の内外を問わずどこにでも適用のある規定ですよね。はい、では次に集団規定、都市計画区域および準都市計画区域内にのみ適用のある規定です。はい、それから次にその下のでっかい文字の2番、建築基準法が適用されない建築物と書いてありますよね。まず下から5行目、392ページの下から5行目、四角い1番ですが、そこを線を引っ張りながら読んでいきましょう。文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民族文化財等に指定または仮指定された建築物は建築基準法の適用がないんです。例えば国宝の五重の塔、これ木造ですよね。で、それが防火地域内にある場合には防火地域内の階数3以上の建物は耐火建築物にしないといけないんです。鉄筋コンクリートにしなきゃいけないです。そしたらこの国宝にその建築基準法を適用したら鉄筋コンクリートにしなさいということになってしまうわけです。ってことはここを壊しなさいということになっちゃいますもんね。なので適用がないということになってるわけですよね。はい、では次にテキストの398ページ、テキスト398ページ、下の方にでっかい文字で4番、単体規定、4番、括弧単体規定と書いてありますよね。はい、これは全国どこにでも適用のある規定内容ですよね。では、次のページ、399ページの一番上、はい、丸1、これは覚えておきましょうね。住宅の窓開口部は床面積の7分の1以上を取らなきゃいけないんです。はい、例えば住宅のある部屋の床面積が7平方メートルであれば、7平方メートルかける7分の1で窓は1平方メートル以上を作らなきゃいけない。はい、例えば 2DK とか 3LDK とか、まあそういった広告がありましたね。この場合の 2DK とか 3LDK とかというこの2とか3というのは教室の数なんですよね。教室の数なんですよね。はい、でこの場合この7分の1以上の窓が開いていないと、この1とか2とか3というこの教室の数に含めてはいけないことになるんですね。はい、それから次に覚えるのところ、その下の覚えるのところですが、
まず居室の換気ですよね。居室っていうのは継続的に人が出入りする建物、あ、部屋ですよね、はい。居室というのは継続的に人が使用する部屋のことを言うんですが、ではそこの居室の換気っていうところを線引っ張っていきましょう。居室には換気のための窓、その他の開口部を設け、その開口部の面積は居室の床面積に対して20分の1以上でなければならないというのが原則なんですよね、はい。換気のための開口部は床面積の20分の1以上の広さを取らなきゃいけない、はい。では次に飛来設備、はい、ここも線引っ張りましょうね。高さ20メートルを超える建築物には原則として飛来設備、例えば飛来針などを設けなければなりませんね。これ20メートル以上ではありませんね。20メートルを超えるですよね、はい、超えなきゃいけないんですよね、はい。20歳になったら雷落ちないと覚えましょう。20歳になったら雷落ちない、20超えたら雷落ちない、はい。それから次に昇降機、建築基準法上はエレベーターのことを昇降機と書いてあります、はい。ではそこを読んでいきましょう。昇降機は安全な構造で、かつその昇降路の周壁及び開口部は防火上支障がない構造でなければならない。これはまあ常識的に、当たり前ですよね、はい。次、また高さ31メートルを超える建築物、これ以上ではありませんからね、超えるですからね、はい。31メートル超の建築物には原則として非常用昇降機、すなわち非常用エレベーターを設けなければなりませんね。31メートル超です、非常用エレベーターを設置する、はい。3-1 で最難エレベーター、 3-1 で最難エレベーターと覚えておきましょうね。一問一答式の問題集の388ページの問いの1やっておいてくださいね、はい。でこの昇降機にはですね、1人当たり体重 65kg として定員の数を計算しなきゃいけないんですよね。でエレベーターのカゴには定員何名って書いてありますよね。定員何名って書いてありますよね、はい。これは1人当たり体重 65kg なんです、はい。そこで、はい、次でっかい文字の5番、集団規定ですね、はい。これは先ほど言いましたように都市計画区域、それから準都市計画区域の中で適用される内容ですよね。では下から2行目読んでいきましょう。集団規定となるのは以下の括弧1から括弧6までだ、はい。具体的に言いますと416ページまでが集団規定、416ページまでが集団規定なんですよね、はい。では、はい、ではテキストの402ページ、テキストの402ページの四角い文字、四角い2番の敷地の接道義務、敷地の接道義務と書いてありましたね、はい。そこの図とまあ同じなんですけれども、はい、これを見てくださいね。A さんの土地、B さんの土地、C さんの土地、D さんの土地、はい。この4つの土地で建物を建てることができるかできないかっていう問題なんです、はい。A さんの建物、これを A さんの敷地ですね。ここを建物を建てれますね。OK ですね。それから B さんの土地、これは建物を建てれません。C さんの土地 OK です。それから D さんの土地 OK です。建てれます。
なぜ B さんの土地、建物を建てれないのかというと、道路に2メートル以上接触していないからです。道路に2メートル以上接触している土地でないと建物を建ててはいけないという建築基準法上、建築基準法上の決まりがあるんですよね。これを道に接する義務、接道義務、道に接する義務、接道義務というんです。これも集団規定です。さて、両区域外、都市計画区域でもない、準都市計画区域でもない場合にはですね、道路に2メートル以上接触していなくったって建物を建てることは可能だということになるわけですよね。はい、都市計画区域や準都市計画区域内にあるのであれば、 B さんの土地は 1.5 メートルしか接触していないので建築することはできない。 A さんは8メートル接触している。 C さんの土地はギリギリではありますが2メートル接触していますので、かろうじて接道義務を果たしていますよね。はい、で D さんの土地も5メートル接触していますから、2メートル以上ですから建物を建築することは可能だということになるわけです。はい、ではテキスト402ページテキスト402ページはい、そこの結論の下、結論の下線を引っ張っていきましょうね。建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない。これを接道義務と言います。はい、であとは読むだけしましょうね。2メートル以上接していない土地は建築物を建築することができない。さて、ケース2の B の土地、これですよね、 B の土地、はい、B の土地には建物は建てることができないということになるわけですよね。はい、そこでただしって書いてあります。ただしって書いてあります。はい、そこを読んでいきましょう。その敷地の周囲に空き地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上、支障がないと認めて、はい、公安防衛上と覚えましょうね。交通上の公、安全上の安、防火上の防、衛生上の衛、公安防衛上、公安防衛上、建築審査会の同意を得て許可したものについては道路に2メートル以上接していなくても建築できるんですね。まあこういう例外があるわけです。でこれはですね、例えばですね、 B さんの土地は 1.5 メートルしか接していないので建築できませんが、建物は建築できませんが、この A さんの土地、空き地だとしましょう。空き地、そして特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可をしてくれれば、まあもしこの B さんの土地でですね、建物が燃えたとしてもですね、この空き地に消防自動車が入ってきて消火活動できるから、まあ安全だということで許可してくれる場合もあり得るということですよね。はい、この2メートルっていうのはですね、何を根拠としているかというと、消防自動車がその土地に入るには幅2メートル必要だということを一応のフィクションとして根拠としているわけです。消防自動車が入れない土地は火災が起きた際危ないですよと。したがってそういう危ない土地には建物を建ててはいけないということにしたわけなんです。幅2メートル、はい、そこでこの A さんの土地がですね、空き地であり、そして消防自動車がすぐここに入ってこれるということであれば、 B さんの土地に対する消火活動ができますから、まあ、特別に許す場合もあり得るということですよね。はい、そこで次に、じゃあ道路って何ですかっていうことが問題となるわけですよね。はい、道路に2メートル以上接しなければならない。じゃあ道路って何ですかっていうことが問題となるわけですよね。はい、テキスト400ページの括弧の1、
テキスト400ページの括弧の1を見てくださいね。はい。建築基準法上の道路には6タイプあるとまず押さえていきましょう。6つ。はい。では、そこの400ページの一番上の青い枠の中、国務チェックのところの四角い1番、2番、3番、4番、5番、6番といった6種類のタイプの道路があるわけです。そして、建築基準法上の道路というためには、幅員、すなわち幅4メートル以上でなければならないというのが大原則なんですよね。ただし例外一つありますよね。それが四角い6番ですよね。この四角い6番の道路のことを二項道路と呼ぶことがあるわけですが、この二項道路だけは例外として4メートル未満だけれどもやむを得ず道路と認めると。でもそれ以外は全部幅4メートル以上でなければ道路として認めない。はい。なんで幅4メートル以上とするかというと、先ほど言いましたように消防自動車が通るためには幅最低限2メートル必要ですよと言いましたよね。そしたら火災が起きた際に左からも右からも消防自動車が駆けつけなきゃいけないということは、消防自動車がですね2台並ぶと2メートル2メートルということで幅4メートルないと両方から駆けつけることができませんよということになるわけですよね。ということを根拠にして道路というのは本来幅4メートル以上でないと認めませんっていうのはというのが大原則なんですが、とは言ってもですねやむを得ない場合もあるわけですから、それが例外的な道路として4メートル未満でも道路として認めるのが四角い6番二項道路なんですよね。はい。そこで道路に関する問題で一つポイントとなるのは、特定行政庁の指定があって初めて道路となるのかならないのかなんです。特定行政庁の指定が必要なのか必要でないのかなんですよね。はい。特定行政庁というのは知事かまたは市町村長、特定行政庁というのは知事かまたは指定または市町村長なんですよね。はい。でそこで、はい、テキスト400ページの400ページの四角い1、2、3は特定行政庁の指定はいりません。で四角い4番5番6番は特定行政庁の指定があって初めて道路となるんです。ではまず四角い1番から見ていきましょう。道路法によって作る道路で幅4メートル以上のもの、これ道路です、はい、道路法という法律によって作った道路で幅4メートル以上であれば建築基準法上の道路です。はい、次四角い2番です。道路法以外の法律っていうふうに簡単に押さえていきましょう。道路法以外の法律によって作られた道路で幅4メートル以上のもの。はい、次四角い3番です。これを既存公私道、既存公私道とも言いますよね。はい。この青い枠の国語チェックのところの下にちょっと書いてありますよね。青い文字で書いてありますよね。既存公私道とも言います。はい、ではそこを四角い3番読んでみましょう。都市計画域または準都市計画域の指定があった際、現に存在する道で幅員4メートル以上のもの、これを既存公私道と言いますよね。これは都市計画区域や準都市計画区域の中に入った時に昔からもともとあった道で幅4メートル以上、昔からずっと続いていた幅4メートル以上の道を既存公私道と呼んです。これは道路としての実績があるわけですよね。はい。キーワードは指定があった際現に存在する、
指定があった際現に存在すると書いてあったら既存行使動だと思ってくださいね。はい、では次に四角い4番、これを計画道路または都市計画道路とも言いますね。計画道路、はい、ではそこの四角い4番読んでいきましょう。道路法、都市計画法、土地区画整理法、または都市再生、都市再開発法による事業計画のある道路で2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定した幅4メートル以上のものですよね。はい、これはですね、法律によって2年以内に作られることが予定されており、特定行政庁が指定した幅4メートル以上のものです。これはまだ現在道路として出来上がっていないんですよね。2年以内に完成する予定のもので、で現在どれを見てもわからないわけですね。目で見てもわからないわけですから、こっからここまでが道路ですよという特定行政庁の指定がないといけないわけです。でもちろん幅4メートル以上ですよね。はい、この四角い4番を計画道路、計画道路と言います。で次、四角い5番、法律によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で特定行政庁から位置の指定を受けた幅4メートル以上のもの、これを位置指定道路、これを位置指定道路と言います。でこれはですね、法律によらないで築造すると書いてありますから、これは個人が作る道ですよね。したってこれは私道です。私の私道です。はい、個人が作る道で特定行政庁から位置の指定を受けた幅4メートル以上のもの、これを位置指定道路と言います。はい、次、四角い6番、これを二項道路とも言います。二項道路とも言います。道路とも言いますね。はい、ではそこを読んでみましょう。都市計画区域、また準都市計画区域の指定があった際、すでに建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものと書いてありますよね。はい、これはですね、両区域の指定があった際、すでに建物が立ち並んでいる、で幅4メートル未満の道、これはもうしょうがないので認めるという場合には特定行政庁の指定が必要ですよね。例外道路ですから。はい、では次にですね、テキストの403ページを見てくださいね。テキスト403ページを見てくださいね。はい、テキスト403ページのところの四角い3番、はい、ではそこを線を引っ張っていきましょう。建築物または敷地を造成するための擁壁支える壁は道路内にまたは道路に突き出して建築したり築造してはならないよ。はい、道路内に建物を建ててはいけませんよと、道路内に壁を作っちゃいけませんよと、まあこれは当たり前のことですよね。はい、そこでただしと書いてありますな。読んでいきましょう。次の建築物は例外として道路内に建築することができる、これは例外です。ではまず丸の1番線を引っ張っていきましょうね。地盤面下に築造するものと書いてあります。これは地下街ですよね。地下街ですよね。はい、これは交通の邪魔にはならないからですよね。で次、丸に道路内に公衆トイレ、巡査派出所、これは交番ですよね。こういったものは特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すれば道路内であっても建築できます。はい、それから次に丸三、公共用歩道、これはアーケードですよね。
これも特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すれば道路内に設けて良いということになるわけですよね。はい、まあ、このようにですね、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可っていうのは3回出てきましたね。前のページの402ページのただしっていうところと、それからこの403ページのただしのところの丸2丸3ですよね。これ全部特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可ですよね。はい、では次にテキスト401ページテキスト401ページに、戻りましょうね。はい、401ページ二項道路の制限って書いてありますよね。はい、ではそこの図の1を見てくださいね。401ページの上の方の図の1を見てくださいね。はい、これは幅2メートルの二項道路例外道路ですよね。幅2メートルの例外道路ですよね。はい、二項道路の場合には道路の中心線から2メートル引っ張った線を道路と敷地の境界線とみなすんです。はい、道路の中心線から2メートル後退した部分を敷地と道路の境界線とみなすんです。はい、ではそこの下の文章を線引っ張っていきましょう。幅4メートル未満の二項道路は道路の中心線から2メートル後退した線を道路と敷地の境界線とみなします。はい、そうしますと現在この境界線を踏む形で建物が建っているとしましょうね。ってことはこれは道路内に建物があるということになるわけです。でもこれはしょうがないと認めるわけです。はい、でしょうがないということで認めるわけですが、道路内に建物があるということになっちゃうわけですが、ただし建物は20年後30年後50年後建て替えが必要ですよね。建て替えをするときに建築基準法を適用して道路内に建物を建ててはいけませんっていう規定を適用するわけです。そうするとこの境界線から退いた形で建物を建てなきゃいけないということになるわけですから、結局30年後40年後50年後経ったら幅4メートルの道路が出来上がるということになるわけですよね。はい、それから図の2番目のように二項道路の片側が川であるとか崖であるとか線路の敷地である場合にはですね、その崖っぷち川っぷちそこから4メートル引っ張った線を道路と敷地の境界線とするわけですよね。でこの道路内に今建物が建っていてもそれは認めるわけです。しょうがないということで。でただし30年後50年後建物を建て替えする場合には道路内に建物を建ててはいけませんよという規定を適用し、結局30年後50年後にはですね、幅4メートルの道路が出来上がるということになるわけですよね。はい、でですね、最後になりますが、はい、まだ建蔽率や容積率は勉強しておりませんが、敷地面積×建蔽率イコール建築面積だとか、敷地面積×容積率イコール延べ面積とかということを後で勉強しますが、この場合の敷地面積ですね、この敷地面積なんですが、はい、では401ページの一番最後のところ401ページの一番最後のところですが、はい、ここもチェック、おまけの知識と書いてありますよね。ではそこを読んでいきましょう。後退した部分、斜線の部分ですよね。一番上の図の1、図の2の斜線の部分、斜めの線のところですよね、は道路とみなされるので
建築物は建築できず、建蔽率や容積率の算定の際には敷地面積から除外すると書いてありますね。敷地面積から除外すると書いてありますよね。はい、では次のページの図を見てくださいね。次のページの図を見てくださいね。402ページの一番上です。そこには2項道路が書いてあって、幅2メートルで、中心線から2メートル引っ張った線を敷地と道路の境界線とみなすわけですよね。で、その斜めの線のこの食い込んだ部分、ここは敷地面積から除外します。さて、この好都市の面積は縦横5メートル5メートルで、ここ25平方メートルとしてはいけないんです。この食い込んだ分の1メートルを差っ引いた横4メートル、縦5メートル、5メートルかける4メートルで5、4、20平方メートルという敷地面積にしなければいけないわけですね。はい、では、時間となりましたので、これで終了したいと思います。